で、この間のジャンフェス、なんと3人ゲストというか、出演者がいて、20代、30代、40代というね、それぞれの世代の代表が、代表がいたんですね。スターオーシャンを代表したんです。怖すぎるですね。スターオーシャン20代代表、石川海人。マジですか ?30 代代表、中村祐一。40代代表、諏訪淳一。このラインナップでね、お届けしました。すごいな、30代と40代重すぎるな、怖いな。なのでね、まあ今後もいろいろな方ゲストに来た時に何十代代表ですというプラカードを持って、トークをしていただきたい。このゲストさん、いないゲストへのハードルの上げ方来てもらえるかな。ゆいおぐらにもね、あなた20代代表のコメントとしてちゃんと話してくださいよ。あなた個人じゃないですからね。20代女子全員そう考えてると僕は取りますよ。20代になったばっかりなのに。もうそれ責任を負わせていきますから。かわいそう、はい、このラジオ重いな、やだな。重いです。重い宿命なんです。そんな重いラジオにもメールが届いておりますからね、はい、紹介していきたいと思いますよ。はい、はい、ラジオネーム夜桜さんからいただきました。はい、ありがとうございます。海人くん、中村さん、こんにちは。こんにちは。昨年はジャンプフェスタでステージをお疲れ様でした。ありがとうございます。3人のトークとっても楽しかったです。そしてスターオーシャン5のラジオ開始おめでとうございます。いやいやいや、私は海人くんと中村さんの声とお芝居が大好きなので。諏訪部はそうでもないのかい。そんなお二人のラジオが始まるなんて夢のようそんなこともラジオのメンバーで言ったでしょうね。本当。そういうことか。 RPG 系のゲームが好きの私はいつか海人くんと中村さんが一緒に出てるゲームがやりたいとずっと思っていました、うん、やったね。そんなところにスターオーシャン5が発表されたので本当に嬉しくて発売が待ち遠しいです、うん、俺もだぜ。さて、ここで一つ海人くんに聞きたいことがあります。なんだい。二人に聞いて、海人くんは学生の頃から中村さんのライバルとおっしゃっていましたよね。そうなのか。そんな中村さんと一緒にラジオすることになった今の心境をお聞きしたいです、うんうん、私も海人くんと同い年で同じ時期くらいに中村さんのファンになったので、かっこ笑。それではラジオも頑張ってください。このメールは爆弾を落としていきましたよ。そうなの。あのですね、僕仕事の場ではですね、たとえファンであってもです、本人にそれをお伝えすることなかなかないんですよ、はあはあ、なので中村さんに関してもご飯の時もあまり言わないようにしてたし、その現場でも決して出さないようにしてたんですけど、ファンです。なんだ、ファンか。ファンの子じゃちょっとな。ちょっとな。そうですよね。そうなるのが嫌だから言ってなかったんですよ。まあこれだって、これを、はい、まあそうか、一応聞きたいことは今の心境を聞きたいそうですよ。今の心境ですか、うん、すげえ楽しいし嬉しいし幸せですよ。僕はそうでも。嘘。辛い。やっぱ伝えるんじゃなかった。いやいや、本当ね、楽しいラジオになるといいなと思って石川君とやってますから、まだ2回目ですからね。まあファンというのをね、聞いた来週からも結構ギスギスしてる。ああ、つれえ、本当。だから。あ、そう、石川君、いいと思うよ。もう中村さんの心だけはファンの夢を壊しちゃいけないっていう心理が。よそよそしい感じ。ああ、そう、素晴らしいね。目が怖い。